11月29日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。朝ね、会社に来ると新聞が積まれていて、まあそれをパラパラめくりながらということをやるんですけれども、さっきね、上柳さんも番組の中で話してましたけれども、サンケイスポーツの裏一面22面に、上ちゃんのですね、あの朝ぼら家の初の番組本、居場所はここにあると、心と書いてここと読むというね、本が出ております、はい、いやーこれ私もね、ちょっと、いただいて読み始めたんですけど、もうハマるね。まあやっぱ出てくる人出てくるとみんな、同僚だったりとか先輩だったりとかするから、そうなんですよね、はい、分かる分かるみたいなのもちろんあるんだけど、それだけじゃなくて、いや、まあ上柳さんがいかにこう聞いてらっしゃる人をね、大切にしてるなっていうのが、まあこの朝にね、あの時間帯にこう聞いてくれて、メールをくれている方々で、そういう人たちの人となりみたいなのをね、深掘りして紹介する、こういうところをね、部分があって、でこの番組にもくださるリスナーの方で、ああこの人こういうことやってたんだっていうのは、やっぱ人に歴史ありというかね、人にエピソードありっていうのはあるんだなというのを、やっぱこう活字で読むとより深く迫るものがあるし、でメールを読んでるだけだと全くわからない部分っていうのを、これ丁寧に追加取材もして、で書いていると。で著者が上柳正彦と仲間たちっていうふうになっていて、はい、番組スタッフだったりとか作家さんだったりとか、いろんな人が手分けしながらですね、そこをこう見ているっていうのを、こういうこう眼差しとかね、リスナーの方々とのこう心の触れ合いとかっていうのは、いやいつまで行っても叶わねえなと思いながらこう読ませてもらいました。明日11月30日発売ということで、これ今日のね、サンケイスポーツに広告として載っております。負傷者から出るということでありますんで、こちらも、ぜひご覧いただければと、定価1540円とで、発売ということになっております。でこの上ちゃんのですね、広告をパッとめくると、もう一つ、日本放送エンタメインフォメーションという広告が載ってるんですが、はい、そちらには、日本放送アナウンサーカレンダー2024数量限定と、いうことでございまして、日本放送が誇る女性アナウンサーのですね、写真がドンとこう載っていて、それだけじゃないですよ、飯田さん。それだけじゃないですよ、飯田さんの写真ももちろん。いや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 、もちろん。私そう、これもうね、すでにすり上がって、いろんなところで発売もしてますんで、私もですね、ちょっと年末の挨拶回りでいろんなところ行くときにですね、特にまあ親しくさせていただいている方で、でかつね、リスナーでもあるという方のところには届けたりなんかするんですけど、うんうん、パラパラと、おいどさん、そうですか、そうですか。で、毎年、届けてる方には、おいどさん、今年は何月乗ってるんですかみたいな感じで、わーっとこう見ていくと、はい、いや、実は、乗ってないんですよ、と。最後の最後のところに乗ってますんで、っていうふうにね、付け足しのように男性アナウンサーも乗ってますんで。付け足しじゃないですよ。何をおっしゃいますか。ぜひご覧いただければと、はい。一番最後のページにはね、スポーツアナウンサーももちろんですし、飯田さんも、はい、内田ゆきアナウンサーももうバッチリと載ってますからね、はい、報道の記者さんもね、含めて、載っておりますんで、はい、こちらもぜひ、1月は温帯でございます本当だ、ね、1月は、はい、もちろんだよ。そうですよ、来年1月は増山さやかアナウンサーになっております。めでたい、この2024年アナウンサーカレンダー、ぜひご覧いただければ、はい、はい、もうね、すでにね、たくさんの方にお手に取っていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。インターネット、それからオペレーターの対応もやっておりますし、まあ、オペレーター対応はね、お昼10時からですんで、ちょっとこの時間はつながらないんですけれども、はい、それから、書店でも、はい。はい。そうなんです。三省堂書店、法輪堂書店、有輪堂の一部店舗と、書店グランデ、書店ブックタワーでも、購入していただけます。で、こちらはですね、私たちアナウンサーがそれぞれこう、
手書きでメッセージを書きまして、ポップがね、そうなんですよ、あるんだよね、はい、ただどこの書店に誰のポップが行ってるかは分からなくてですね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。でたまたま見つけた私もあの三省堂書店さんにパーって入ってこう見に行ったら、うんうん、箱崎アナウンサーのポップがあったりとか。そうなんですよね。なんか有楽町の三省堂は前島アナウンサーだったかな、うん、そうなんです、そうなんです。そっか、それもあれなんだ、はい、あの書いた本人はどこに行くか分からないっていう。分からないので、そうなんです、それぞれの書店でその楽しみもあるかなと思いますので。ちなみにあの私が書いたのはどこにあるのかというのもし分かったら教えていただけますか。あ、そうっすね、よろしければ目撃情報はぜひ、目撃情報がコージアットマーク 1242.com か、あ、X ハッシュタグコージ1242でよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。詳しい取り扱い店舗はアナウンサーカレンダーのホームページをぜひご覧ください。はい、はい、そしてね、あの産経スポーツ今日電子版も含めて日本放送の情報いろいろ載ってて、うん、はい、そう、あのさっきね、さっきっていうか日付が変わったところで更新されたんですけれども、ダウンタウンの浜ちゃんが12月12日日本放送オールナイトニッポンミュージック10に登場という見出しが、あの鈴木杏樹さんの、ね、担当する曜日なんですけれども、デビュー作での共演秘話をトークという、ね、見出しがついていまして、このミュージック10の12月12日に浜ちゃんが出るんだと。なんか4日連続でスペシャルなゲストが登場すると、各パーソナリティが一番会いたい、今話したいサンタクロースを選ぶという企画だそうで、でそれで、アンジュさんは浜ちゃんを選んだということでございます。92年のアンジュさんの女優デビュー作であるドラマ10年愛で共演した話。あ、そうなんだ。そう、人に歴史ありだね、本当にね。本当ですね。ぜひこの辺も、そう、この12月のね、半ばの1週間、11日からですけれども、スペシャルウィークということで、この、番組もですね、ダブルコメンテーターウィーク、後ほどまたそれもご紹介いたしますけれども、大事な1週間でございますので、はい、ぜひこの1週間は特に、生放送でお聞きいただきますと。ぜひ、まあ、いつもは、ポッドキャストとかいろんな形で聞けますけど、この一週間は生放送でよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本と世界の今がわかる、飯田浩司の OK 浩司アップ、今朝のコメンテーターは地政学戦略学者奥山正史さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは中国の垂水大使が拘束されている日本人と初面会という、ニュースであります。そして6時50分過ぎニュース7時またぎ、国産の XBB ワクチン初承認という、まあ、新型コロナに対するワクチンについて、12月無料接種で使用へということです。そして、北朝鮮が、まあ、衛星を打ち上げて軌道に入れたということが言われておりますが、衛星でホワイトハウスなどを撮影したと主張していると、まあ、ただ写真は出てきてないようですが、そしてイスラエルとハマス戦闘休止2日間延長で合意と、まあ、29日までということであります。それから、まあ、これに関連してですが、アデン湾でタンカー乗っ取り、海上自衛隊の護衛艦の周辺に弾道ミサイルが着弾していたということも出てきております。さらにはイラクでの日本人外交官殺害事件から20年、そして、海外での臓器移植斡旋について NPO 代表に実刑判決が昨日出たというニュースも取り上げます。メール、そして X、 こちらです。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は千葉県調整地域の農産物加工品の詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントしています。なおお届けは12月中旬を予定しています。この時間最新の株と為替の情報を外為 .com 総研研究員中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。はい、外為 .com 総研中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。現地28日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて83ドル51セント高い3万5416ドル98セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 40.73 ポイント上がって 14,281.76 でした。円相場は前の日よりも円高ドル安の1ドル147円47銭付近で取引されています。はい、円相場はですね、東京時間から前日の円買いの流れを引き継ぎまして、はい、一時147円台まで上昇しました。欧州時間に入りますと、アメリカの10年債利回りが上昇に転じたことでドルが買い戻されて、ドル円も148円台後半まで戻す場面も見られました。
ただニューヨーク時間に入りまして、高派に、つまり金融政策に関して引き締め的な政策を支持すると見られています、はい、アメリカの連邦制度準備、理事会 FRB のウォーラー理事が、はい、インフレ率がさらに数ヶ月低下し続ければ政策金利を引き下げる根拠は十分にあるなどと、ハト派より、つまり、少し緩和的な発言をしたと、いうことで、FRB が来年の早い時点で利下げに転じるとの観測が強まりました。で、これを受けてアメリカ10年債の利回りは9月20日以来の水準まで低下、ドル売りが強まって、で対円では147円32銭前後まで円高が進み、対ユーロでは8月以来となる水準までドルが売られています。ドルは、ね、はい、ほとんどの通貨に対して安いという状況に今なってるわけですか。そうですね、市場はどうしても先取りをしたがるもので、でも次はじゃあ利下げでしょという話になっていますので、そうなると、利下げを、予想させるような連想させるような発言だったり経済指標の結果が出てくると、アメリカの金利が下がってドルが売られやすいという状況になっています。結構センシティブに反応するんですね、そういうものにね。そうですね、まだ今そういった利下げが確定しているわけではないんで、特に早くそういったところに動いていきたいといったものが見られると思いますね。なるほど、わかりました。名村さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘の休止に関して、一面トップ3紙であります。朝日新聞、ガザ戦闘休止2日延長、イスラエル再延長へ協議の可能性。毎日新聞、ガザ休戦2日延長、ハマスイスラエル合意。そして産経新聞、イスラエル長期化に難色、ガザ戦闘休止2日延長合意、ハマス人質11人解放と、いうことであります。まあ、このニュース後ほど、ね、今日のコメンテーターの奥山雅史さんとまた深めていこうと思っております。それから読売の一面トップは、 JAXA にサイバー攻撃、機微情報閲覧の恐れ、中枢サーバー。そして気になるのは、ね、このサブ見出しですよ。警察感知まで気づかずと。これ、ね、侵入されたことに気づいてないんじゃないか、だからこそ表面に出てないものがあるんじゃないかっていうのは言われていたんですけれども、まさにそういうことになっていたのかということ、まあ、読売がですね、複数の関係者への取材で分かったというふうになっております。まあ、この宇宙に関する情報であったりとか、まあ、あるいはロケットに関する情報というのは、まあ、北朝鮮の、ね、ロケットが括弧弾道ミサイルというふうに書かれるぐらい、安全保障とも直結するところでありますので、こういうことが起こっているというのは、心してかからないとなというところであります。それからですね、まあ、各紙運動面だったりとか、あと朝日は一面の肩で乗っけてるんですが、日大アメフト部廃止へ薬物事件というね、いうニュース、まあ、これ関係者の話で分かったということなんですけれども、日刊スポーツも一面トップで、日大アメフト部廃部というふうに、フェニックスというチームですが、大きく報じております。まあ、ご案内の通り、一連のこの薬物に関する事件であるとか、まあ、その前にはね、暴力的な行為に関しての内部での、ね、指摘というのもあったりなんかもいたしました。それから気になるニュース一つなんですが、静岡県の川勝知事であります。昨日の会見の中で、リニア中央新幹線静岡工区のトンネル掘削工事に伴う、県の外への湧き水の流出が懸念される問題をめぐって、JR 東海による対策案を容認する考えを示したということで、工事の前進かと記者に問われると、そうですねと回答したと。今までのは一体何だったんだよという話なんですが、まあ、これ県外に大井川の、ね、湧き水が出ていってしまって流用が変化するじゃないかということに関して、でその大井川の、ね、流域にある田代ダムというダム、これは東京電力が水力発電のために使っているダムなんですけど、このダムの水を取る量を減らしたりだとか、あるいは一旦取った水を川に戻したりなんかして、県外に出ていった分の水量と同じだけ戻すから、これでトントンでしょと、だから流域の皆さんも含めて、納得してくださいねというのをずっと提案してきたんですが、ようやくと。いや、これはですね、じゃあ今まで何だったんですかねというのは、冷静な検証が必要になってくるのではないかなというふうに思うところであります。ここが気になるでした。
この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は地政学戦略学者の奥山正史さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。さあ、まず取り上げるニュースが、中国に駐在する垂秀夫大使が28日拘束されている日本人の初めて面会したと。アステラス製薬のね、50代の男性、はい、社員、拘束され、そして正式に逮捕されと。で、当時の林外務大臣が、せめて領事面会ぐらいさせろよというのを言って認めさせていたはずなんですけど、はい、ようやくですよね。ようやくこれ、いわゆる人質外交ということじゃないですか。はい、外交的にその人質をという事件でやっぱり考えるとですね、我々カナダでもうすでに人質事件、はい、2018年に、モーバン州というですね、はい、ファーウェイの、はい、金庫番やってた女性です。はい、はい、まあ、創業者のね、娘さんなんですけど、はい、その方が、まあ、アメリカに行くと言ってたところをカナダが途中でアメリカ側の要請に従って拘束したですね、はい、それに対抗して、2人の男性ですね、はい、2人マイケルさんという2人のマイケル、2人のマイケルという方で、うん、はい、拘束しましてですね、まあ、それがモーバン州の方がこう拘束されっぱなしの時にずっとその2人をですね、カナダ人 その、はい、2人のマイケルさんもですね、1人は元外交官という方なんですけど、まあ、その方を拘束しっぱなしで、はい、ほぼ3年間ですね、やってたと。で、途中でその1人のマイケルさんの方はですね、途中でほら、コロナになったじゃないですか。拘束されてて、世界が、はい、コロナ禍になってたのを分からなかったというぐらい、浦島太郎状態で、世界がこんな大変なことになってるのかみたいな感じになってたぐらい、まあ、いわゆる非人道的なことをやってたということなんですけど、やっぱ国家のツールとして、これ、はい、もちろん中国側は人質外交をしてますとは言わないんですけど、もう明らかに、まあ、すぐ例えばモーバン州の方が、拘束解かれた後にですね、はい、2人のマイケルも帰国させるという。明らかにこう取引としてこうやっている国が横にあってですね、我々こういうふうに対抗、こう外交していかなきゃいけないっていうのは、なかなか大変だなといつも思うわけですよね。はい、まあ、本当、中国はもうカナダだけじゃなくて、いろんな国の人を、ね、はい、外交上でこうぶつかったりなんかするような国に関しては、はい、やすやすと拘束しますよね。やすやすとというと、はい、大変ですけど、例えば中国出身で、中国で、はい、CGTN という、はい、国際放送、ね、はい、国際放送のキャスターやられてたチェン・レイさん、ついこれ先ほど、はい、今年に入ってからようやく2年半ぐらいですかね、拘束されてた方がようやく今年になって帰国して、はい、で一応その、まあ、非人道的なことはそれほどされな、まあ、拘束されてるだけで既に十分非人道的なんですけど、お子さんもいらっしゃって、でその方がですね、今年になってようやく帰国した時に、やっぱりようやく今回オーストラリアの方でテレビでインタビューで、ようやく問われてですね、はい、いかがだったんですかと、もう私すでにこの時点で10年間も行けませんし、ビザが降りないんで、中国にもう一回行きますかというと、はい、複雑ですねと言うしかないという状況です。やはりそのすごく家族とかそういう人々に対して負担になるようなことをあえてやってくる、なんかパーソナルなレベルでこういう人質外交みたいなのやられるとですね、いや、まあ、彼らは人道関係は、ま、全く考慮しないっていう人たち国なのかもしれないんですけど、こちら側としてはですね、対処する日本側としてはこれやっぱり拘束されてる、まあ、先ほどおっしゃってましたけど、こう拉致問題とやっぱり近いというか、同じような状況をやっぱやってくると考えるとですね、はい、相当これは厳しいことをやってくる。そうですよね、はい、まあ、本当友好だけでやってていいのかって、もうちょっとこれ日本国国内もね、はい、明日は我が身と思って、そうですね、これは日本側が、これカナダの場合もそうなんですけど、はい、カナダ国民がやはりそのこれはもう問題だということでメディアを盛り上げる、日本国民側もしはメディアもこれ問題だということで声を上げていかないと、これどんどんまだずっと続いてきて、まあ、北京側はこれ味で締めちゃってっていうことで、悪いサイクルが続いていくのかなと思いますね。あ、はい、まあ、本当ね、他の国とは違って報道の自由が、言論の自由がしっかりあってと、はい、だからこれね、声を上げるこの言論の怖さみたいなものって、拉致問題をめぐってのこの日本の国内の盛り上がりで、北朝鮮がかなりそれにこう恐怖を増したみたいな話を聞いたことがあ、それはありますよね、はい、それを逆に我々もちょっと中国側に対して示していく必要があるんじゃないかなと思います。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は地政学戦略学者奥山正史さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この時間取り上げるのはこちらのニュースです。国産 XBB ワクチン初承認、12月無料接種で使用へ。厚生労働省は昨日、第一三共が開発した新型コロナウイルスのオミクロン株派生型 XBB.1.5 に対応したワクチンの製造販売を承認しました。厚労省は140万回分を購入することで合意していて、初の国産ワクチンとして12月4日の週にも自治体に発送され、無料接種で使われる見通しです。販売名第一ロナ、ファイザーやモデルナと同じメッセージャー RNA と呼ばれる遺伝物質を使っているというワクチン、追加接種用12歳以上対象ということで、これメールもいろいろいただいておりますが、はい、川口のすみれさん、国産のコロナワクチンが使われるというお話を聞きまして、ようやくかと思いました。来月接種するつもりなんで、このワクチン打てるかなと予想していますと。5回目の接種券が来たよという鍋さんは、画像付きで早めに打ちに行こうというようなね、ポストもいただいております。はい、はい、これワクチン、いや、国産できて非常に嬉しいなと、僕も個人的に思います。ワクチン、この名前が第一ロナ、これ、はい、薬の名前って僕も全然素人なんで分かんないんですけど、どうやって、うん、つけられてるんですかね。いつもなんか不思議な名前がついてるなと思うんですけど、これに関して僕はですね、個人的に、ワクチンの話題ってすごくこうセンシティブなというか、いろいろ炎上するパターンが多いのかもしれないんですけど、僕はあえて言いますけど、はい、基本的には僕はワクチンに関しては非常に楽観的に捉えております。はい、というのはですね、はい、人間っていうのは僕はこれも昔からこういろいろテクノロジーの関係のこと、はい、技術の進化、勉強してきて思うんですけど、どうも人間っていうのはテクノロジーがあったおかげで、進化してきたんじゃないかなと。人間をたらしめてるのは、はい、人間たらしめてるのはまさに道具でありテクノロジーなんじゃないかなと。我々2001年宇宙の旅、はい、オープニングのシーンがですね、はい、なんか猿、人間のその祖先の猿みたいなのがですね、道具を初めて使ったというシーンが、こう印象的なシーンがありますけど、ああいう形でもしかしたら人間というのは道具を使い始めたから、こういう人間として人類として進化してきたんじゃないかという考えをですね、実際にそういう本を書いてる方いらっしゃいます。はい、ティモシー・テイラーという方なんですけど、この方がですね、アーティフィシャルエイプ、これまだ翻訳されてない本なんですけど、その中でテクノロジー、古代の、ね、遺跡調査が、研究の専門家なんですよ。でこの方は古代の遺跡調査すると、はい、道具を使い始めたから人類のやっぱり頭脳が発展してきた、手が発展してきた、これは道具そのものによって人間も変わってきたんじゃないかっていうところですね。でおそらく人間、我々現代人ってして生きてるんですけど、はい、もうテクノロジーつまり、清潔な環境、大きな病院、はい、でそこでやっぱり いろいろ何かあったら帝王切開とかですね、医療受けられると、もうテクノロジーと一緒に生きてるのが人間であって、言い換えれば僕これちょっともう一歩先に話を進めると、もうすでに人間って、テクノロジーによってサイボーグ化してるんじゃないかなと。これ僕の持論なんですけど、テクノロジーに守られて生きてる、守られてるか、テクノロジーと一緒に生きてるという、はい、ロボットというと完全にテクノロジーだけの、はい、人間とは違うものですよね。でアンドロイドってターミネーターみたいに人間の形をした、はい、でもロボットじゃないですか。ロボコップと多分人間って一緒で、なるほど、考え方としては考え方としては、ね、人間の部分を残しつつ、はい、実はテクノロジーも一緒になって初めて人間になってる。テクノロジーの進化が我々、だから要するにこれワクチンとか、はい、我々もワクチンとかないとすでに子どもの頃もう30本ぐらい実は打ってますよね。2歳3歳の、そうそうそう、はい、子育てすると本当生まれてから2歳3歳ぐらいまでって毎月のように予防接種受けに行って、はい、やれ日本の縁だ、三種混合だなんだ、三種混合、はい、ありますよね。そうそう、そういうのが案内が来て、はい、で母子手帳にシール貼ってもらってみたいな、ありますよね。で、そういうことをしないと我々もう生きていけない体に、残念 なのかどうか分からないですけど、そういう体になってしまってるので、むしろそのこれは逆に日本人間を進化させているのかなと、はい、いうふうに僕も思っ
ってます。そういう意味でもちろん副作用とかいろいろ問題はあるのかもしれないんですけど、はい、ただそれがやっぱ人間これだけね、発展させてきたのはやっぱりそういうテクノロジーであるというふうに考えると、僕はワクチンに関してもそんなに心配することはないのかな。これ我々それ を使うことによってこう生命をこうなんていうんですかね、生き残ってきた。でその核心にあるのがそのワクチンみたいなテクノロジーの産物なのかなと、いうふうに思ってます。人間はもうすでにサイボーグなんで、はい、どんどん、安心してですね、はい、ワクチン接種に励んでいただければなと僕も思ってます。はい、そのね、ちょっと哲学的なテーマにもなりますけど、はい、そのテクノロジーというものとの関係だったりとか、確かにその類人猿とこの遺伝的な、ね、はい、情報で見るともう 95% 以上というかかなりの被りを見せていると。そうですね、チンパンジーとかって 98% とかそんぐらいいっちゃいますよね。そうするとその差って遺伝子的な差だけじゃなくってその後の作用であったりとか、はい、それこそ、ね、イスラエルのノバル・ヨハリという人は、はい、我々物語を持ったからこそ人間が人間たらしめたんだっていう、はい、サイピエンス伝承でしたか、はい、書いていたりもしますけど、サイピエンス伝承、そうですね、はい、一方でこの道具の使用だとか、はい、火の発見だとかっていう、はい、そこの部分が大きな違いを生んだとということですね、はい、道具、やっぱり古代の遺跡をこう見ていると、はい、道具が出てきたときに同じく人間のその脳の大きさがやっぱでかくなってるとかですね、いろいろあると。例えば料理の、はい、ツールがその道具が発達してきたことによって、うん、ヨーロッパ人ってそのルネッサンスの頃にですね、歯が引っ込んだりとかですね、はい、してるんですよ。肉をすごく今までかぶりついてた人たちがですね、かぶりつくから歯が前にこう、そう前に出てた人たちみたいに出たのが、はい、ところがそのテーブルマナーとかと一緒にナイフとフォークで肉をもう細かく切り分けるっていうことをやり始めたらですね、突然それで食べれるようになって、人間のその当時のヨーロッパ人の歯を調べていくと、その頃から歯が引っ込むということがあったそうです。噛み切る歯からすりつぶす歯に変わると、はい、ということですね。それはテクノロジーによってやっぱ我々も変えられてるという。いや、そうですね、はい、人間の気候みたいなものも順応していくところがあると、はいはい、いやこれ100年後200年後どういう風になってるか、ね、我々変わってるということですね、はい。まずはこの国産ワクチンについてのお話でありました。では7時またぎ続いてこちらのニュースです。北朝鮮衛星でホワイトハウスなど撮影と主張。北朝鮮は21日に打ち上げた軍事偵察衛星マンリギョン1号で、アメリカのホワイトハウスや国防総省を撮影したと発表しました。ただ衛星で撮影したとする写真自体はいずれも公開されておりません。他にも朝鮮半島、グアム、ハワイなどのアメリカ軍主要施設を撮影したと主張しておりますが、いずれも、画像は公開していないと、はい、これおそらく公開してないというよりも多分映ってないというか、その大体衛星ってその1回こう飛ばしてからいろいろ準備がいろいろあるので、こんなに早い時点で写真は公開されないというのがやっぱり、はい、はい、軍事的にはちょっと軍事的にというか、はい、宇宙技術的にはなかなか無理なので、おそらくこれは多分言ってるだけだと思うんですけど、はい、はい、そうですね、韓国側の方も一般的には衛星の打ち上げから作動状態の確認などを得てと、はい、正常に撮影できるまで数ヶ月は必要とやっぱり分析しておりますので、まさにこんなに早くできるわけはないだろうということはその通りだと思います、はい、で北朝鮮に関してなんですけど、これに関して僕はですね、やっぱり我々考えなきゃいけないのは、はい、我々やっぱ北朝鮮をこうミサイル発射みたいなものを含めてですね、全然抑止できてませんよねと、抑止できていない、はい、改めてちょっと考えたいと思います。それだけ自由にいろいろ撃たれてるってことですね。そうなんですよね、はい、でそれに関してはですね、はい、私毎月エドワード・ルトワックという戦略家に、はい、インタビューさせてもらってるんですけど、まあ、その彼にこの間話を聞いたときに、はい、ハッとさせられたというか、部分があります。それは我々今日本国防でその抑止抑止という言葉を何度も聞くんですけど、まさに北朝鮮に関しては抑止はできてないんですけど、そのじゃあ抑止ってなんだろうなっていうのを僕考えることがあるんですよ、はい、その抑止に関してはですね、ルトワックは ものすごくこうなんていうんですかね、野蛮な言い方かもしれないんですけど、抑止の核心にあるのは脅しだっていうふうに言ってるんですよ。はい、まあこの
なんていうんですかね、脅しって何ですかって、しっかり脅す、でこちら側からそんなことするなよっていうことで脅しをして、相手の動きを止めるというか、させないっていうのが抑止じゃないですか。で我々やっぱりどうしても国防文書とかで、はい、中国を抑止しなければいけない、はい、北朝鮮を抑止しなければって、まあ、言うんですけど、実際抑止、本当抑止っていう言葉を使ってるんだったら、まあ、ルトワックの言い方を借りればですね、はい、脅してるのかなっていう話なんですよ。確かに抑止っていう言い方をすると、はい、なんかこう政策用語みたいな感じで、そうですね、上品になりますけど、でもその核心にあるのは、相手に対してそんなやばいことやってたらこっちがなんかしちゃうぞということ、大変なことになるぞという、はい、脅しじゃないですか。で、まあ、こういう、まあ、実はそういう国防のその核心にあるのって、これマフィアとかヤクザとかの世界と同じような部分であって、我々常にこの相手を脅して止めるっていうことを意識して、国防的にもですね、日本政府も本来ならばですね、はい、やらなきゃいけないところなんですよね。ただそれ我々できてないじゃないですか。そうするとですね、まあ、ルトワクもこれ言ってたんですけど、例えばミサイル防衛とかでもしっかりやってですね、しっかり北朝鮮を脅してんのか日本はっていうふうに問われたんですよ、はい、で我々ちょっと脅してないなということをちょっと言えると思うんですよね。で、それに、まあ、日本のもしかしたら実はこれ悪い癖なのかもしれないなというのをですね、ほうほう、僕は思うたのがですね、はい、ウィンストン・チャーチルという、はい、第二次世界大戦の時のですね、はい、イギリスの首相、はい、あの方がですね、第二次世界大戦の回顧録ってすごい分厚い本、彼も本当文学者みたいな人なんですけど、彼がやっぱ日本と戦った時のことを考えてですね、はい、振り返った時にですね、いや我々ね、日本がいきなり切れてきたと、なんだと、日本人はもしかして外交知らないんじゃないかってことを言ってるんですよ。で、なぜかというとですね、はい、日本側が例えばイギリスがこう戦ってる前の時点で、ずっと何度も日本っていうのは譲ってくれたと、はい、最後は怒って、なんで突然そう爆発するんだと、はい、いうことをチャーチルは言ってるんですよ。日本人は不思議な国民だと、外交なのだから交渉すればいいじゃないかと。日本人ってその当時やっぱり我慢に我慢を重ねて、はい、最後いきなり切れて戦争するっていうパターンだっていうふうに指摘してるんですよね。我々はつまりその、まあ、北朝鮮に対しても中国に対してもですけど、はい、意外と何も言わないじゃないですか。人質外交にしてもなんか我慢に我慢を重ねて、で突然切れ出すみたいな感じになると、はい、これは外交してないことになるんじゃないかっていう、ね、国際的にはそう見えてしまう、見えてしまうんですよ。日本ってその騒がないんで、はい、我慢してこう最後にいきなり切れるみたいなことになると、まあ、困るんじゃないかと、はい、そうですよね。なんかこう人と人の付き合いの中でもこっちがこう譲っていれば相手もこちらの意図を組んで、はいはい、察してくれみたいな、そうお互い譲り合おうねっていう、こうなんというか暗黙の了解みたいなものがある。それこちら側が勝手に思ってるだけなんですけど、国際的には、はいはい、日本の国内だとそれが通じるかもしれないけど、はい、国際的には確かに手を挙げなきゃ何も意見ない人だよねとか、何も要求のない人だよねになっちゃうと、はい、でそれがやっぱりできないと突然切れるんじゃない。だから日本人ってやっぱりメンタリティ的に、はい、高倉健の映画がよくそういう形で、やっぱり高倉健の映画やっぱ見るとですよ、まあ、すいませんこの世代的にはちょっとあれかもしれないですけど新業さんとか結構譲って、で最後にいきなり切れ散らかすみたいなパターンの映画あるじゃないですか。あれにちょっと近い。だったら普段からそういうことやめてくださいっていうふうに言えばいいのに、やっぱ日本の、まあ、政府、まあ、全体的な日本人のやり方としてですね、堪忍袋の方が切れた、まあそんな感じですよね。突然切れるっていうのが逆に外国からすると非常に奇妙に見えるというか、なんでお前たち前から言わなかったんだっていう。チャーチルの時代だと軍縮会議とかでいいですよ、日本譲りますから、これだけ艦艇も破棄しますからなんて言ったのが、はい、突然いきなり切れて戦争になっちゃう。イギリスから見るとそうなると、はい、そういうことですね。突然シンガポールとか襲ってきたみたいな。ここはやっぱり中国みたいにの勢力にやっぱ学ばなきゃいけなくて、わーっと我々も常日頃から相手に対して文句を言うっていう習慣は身につけとかなきゃいけないのかなと思いますね。なるほど、はい、いや確かにね、そういう、こう相手に伝わってないんじゃないかと、はい、あそこが大事かな。メッセージはやっぱり常に発していかなきゃいけないの、はい、そのためには日本人もすでに、はい、いつも切れてる状況がいいんじゃないかな。いつも切れてるぐらいの方が、はい、しっかり脅す、外に対してね、脅しをメッセージをこう発信するっていうのは大事なのかなと思っております。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。イスラエルとハマス戦闘休止2日間、29日まで延長で合意。
イスラエルとイスラム組織ハマスの仲介を担っているカタール政府は27日、パレスチナのガザ地区での戦闘休止を2日間延長することで合意したと発表しました。新たな合意が守られれば、戦闘の休止は少なくとも29日まで延長されることになります。戦闘休止5日目の28日、ハマスはイスラエル人の人質10人とそれ以外の国籍の2人を解放で、一方イスラエルも拘束していたパレスチナ人30人を釈放しているということであります。今日3市1面トップ、このニュースです。そうですね、やっぱり大ニュースではありますよね、これイスラエルで、アメリカの国務省の高官ということ、まあ、ブリンケン国務長官、何度もこれ最近中東に行かれてますよね、はい、でかなりシャトル外交というか、はい、何度も何度もこちらに足を運んで、アメリカ自身も一応関与して人道を配慮してくれとイスラエル側に言ってるという状況なんですけど、はい、これまあ、当然なんですけど、我々にじゃあ日本に どう関係してくるのかというところがやっぱり我々は日本にとっては肝になってきますと、はい、でそれ、ね、基本もう少しこれやっぱりビッグピクチャーというか少し大きな点でやっぱ捉える必要があるのかなと僕は常に思ってるんですよね、はい、で中東問題というのは、まあ、我々に関係ないんじゃないかと、まあ、その大体そういうふうに思う方いらっしゃると思うんですけど、これ、はい、アメリカにとっては、うん、まあ、非常に今世界を、まあ、一応世界の秩序になっているアメリカにとっては、はい、これ非常に大きな問題でして、でそれが余波が日本に来るんじゃないかということが一つ僕は言えると思うんですね、うん、で日本っていうのはこの、まあ、地政学的に見るとというとあれなんですが、一つ大きなところで日本ってアメリカというのは世界にこう3つの戦略地域を持ってるということがよく言われるんですよね、はい、まあ、三正面とかよく言ったりします、西ヨーロッパと中東と東アジアじゃないですか、はい、はい、そうするとこの3つですね、西ヨーロッパ当然ですけどアメリカの先祖がまあ来てるところでもあり、まあ、白人ね、はい、そちらの方がやっぱ来てるというところであります。中東はやっぱりその宗教的なもの場所とエネルギーがあると、あ、はい、で今度は東アジアになると今度最大のライバル中国が今台頭してるということで、この三正面のバランスをどうするかっていうのを常に考えてきたのがアメリカ。ところが今その国務省、つまりアメリカの外務省ですね、はい、アメリカの外務省の、リソース、ブリンケンさんがもう中東に何度も何度も入ったり、はい、ヨーロッパ行ったりとかしてる。そうするとこれ中国側との、まあ、中国本来ならば、はい、これ我々忘れちゃいけないんですけど、アメリカって実は今中国とこう頂上決戦というか秩序戦というか、どちらが最終的に国際秩序の中心的な柱になるのかっていうところの最大の挑戦を受けてるのが中国なんですよね、はい、そうすると本来ならば今のバイデン政権はいやもうしっかり中国に対処するために中東とかね、まあ、できればロシアとかも本来ならばそこでリソースを割くことなくですね、はい、全て全掛けして中国の方に、集中したいというふうのが彼らの本音だとは僕は思うんですよね。で実際そういう戦略家の方々もいやもうそんなねウクライナとかの話とか、まあ、中東の話もイスラエルの話とかやめて全て中国の方に行かないと我々頂上決戦で負けちゃうじゃないかって言ってる人たちいっぱいいるんですよ、はい、ところが、やっぱり、ロシアウクライナやっぱり支援しなきゃいけない、うん、でイランもやっぱりこれは敵、まあ、最大の敵であるねイスラエルにとっての最大の敵であるイランにも対処しなきゃいけないということでそちら側にリソースが取られると今アメリカこれ全体的なバランスを見ると、うん、中国のこの東アジアにある中国に対してしっかり対処できない状況が生まれてるということができてくるんですよ、そうするとですね、はい、実に今、まあ、これも含めてなんですけど今回の中東でこういうふうに大きなトラブルがあってアメリカがリソースを全部中東にかけてると、はい、西ヨーロッパ正面にあるロシア、それとその東アジア中国にとってすごく有利な状況になってアメリカが中東なんかね、はい、方に全掛けしてくれてるから我々今ちょっとウクライナの方から目そらしてるし、はい、いやいいチャン我々にとってチャンスなんじゃないかってこと一息つける一息つけてる展開ですよね。そうするとですねこれ日本ってもしかしたらそのアメリカがまあさらにどんどんこう中東の方に行くウクライナの方に行くってなった時に最後中国と対処しなきゃいけなくなるのはアメリカやっぱり他のとこ手薄なんで、はい、日本これ台湾有事とかあったら一人で対処できるのかっていうところが問われてくると思うんですよ。もう真正面に立つことになると。はい、でそこを我々実は問われてるんですけど、はい、どうも我々その危機感というのがやっぱ足りないのかなというところが問われてる。でやっぱりアメリカって今だから実はものすごく危機、はい、
危機的な状況にあるというか、大きな戦略で見るとですよ、はい、というところのバランスで今大変なのかな。その中でじゃあ日本として我々どうできるのかっていうのは、自立できてるのかなっていうところも含めてですね、はい、あの最悪の事態我々本当は考えなきゃいけないところまで来てるんじゃないのと、はい、まあ、しかもね、まあ、その中東情勢に関してはイスラエルという国があるので、まあ、アメリカもある程度コミットしなきゃいけないっていうのもありますけど、はい、この西ヨーロッパ正面に関してはもうこれヨーロッパに任せようよみたいな話も出てきたりとか、予算を通さないとか、はいはい、どんどんこうアメリカがこう内向きになっていくと、そのうち東アジアでもいいんじゃないのかというような議論にもなりかねない、はい、もちろんですね。で、まあ、もちろんこれは持論なんですけど、すで、はい、に2015年ぐらいの時点です、ね、アメリカの学者の方で今台湾を譲ってもいいんじゃないか、大きな取引バーゲン、大あのグランドバーゲンとか言うんですけど、一応台湾を一応譲ったら沖縄とか我々のねしっかりあの権益あるんだけど、そちらを守ってくれるっていう風に取引してもいいんじゃないかみたいなことを言い出し始めてる人もいらっしゃいますので、学者の人で、まあ、そういう方いらっしゃるんですけど、まあ、そうなるとですね、あの中国側にその、はい、少し譲って、あの我々の立場、東アジアの立場をある程度確保するっていう考えをしないとも限らない。いやー、確かにそのね、この間の米中の首脳会談のところでも、はい、習近平氏の冒頭発言で、はい、まあ、これは何度も言ってますけれども、はい、地球は、米中二カ国を包容した余りあると、はい、なんか地球分割、昔はあの太平洋分割ってありますけど、ありましたね、はい、それやられたらこの間にいる我々としてはたまったもんじゃないぞって話ですよね。なんですけど、我々日本まだまだ危機感が足りないのかなと、はい、国防の方ではね、まあ、非常にこう綿密にいろいろやってますけど、円安でなかなか軍備がね、装備品が整えられない、はい、まあ後でまた話になりますけど、やっぱりその、人が足りないとかですね、あの特に海上自衛隊とか、はい、そういう問題が出てきますので、我々意外実はものすごく大きな構造で見ると厳しい状況にあるっていうことをもう少し我々自覚しなきゃいけないんじゃないかと思いますね、はい、さあそして、まあ、その中東に関連してですね、はい、こんなニュースです、アデン湾タンカー乗っ取り、海上自衛隊の護衛艦の周辺に弾道ミサイルと、中東イエメン沖のアデン湾でイギリスの会社が運航するタンカーが何者かに乗っ取られたというところで、はいはい、海上自衛隊の護衛艦や哨戒機が現場で情報収集などをした際に、まあ、周辺に弾道ミサイルが発射されていたということで、はい、まあ、これはイエメンの風刺派なんではないかみたいな話も出てきておりますけれども、はい、そうですね、これはこう詳細の部分まだちょっとあまり発表されてないのでわからないんですけど、はい、18キロって言ってますよね。18キロこの護衛艦からは離れていたの、はい、で僕ちょっとその18キロってどれぐらいかなと思って調べてみたんですけど、はい、例えば我々の地元である、はい、あの大矢部のですね、まあ、すいません、あの横須賀です、横須賀です、すいません、一ノ湾の前からですねカマリアジャンクション、わかります、これ横横で通ってて、すいません、あのローカルの三浦半島にいるとか、はいはい、そうですね、すいません、あの東京駅から行くと川崎駅とか、はい、それならまだ、はい、あの秋田駅からちょうど、あの秋田空港ぐらい、なるほどなるほど、距離といえば分かるかなという、だちょっとね、遠いといえば遠いのかもしれないですけど、はい、あのやっぱり海、あのああいうミサイルの範囲だとやっぱり誤差の範囲ぐらいになっちゃうので、実際これじゃあ何キロぐらいのところで見えてるのかなと、うん、言うとですね、あの、まあ、船だいたい20メートルぐらいの高さにブリッジがあると言われてますよね、はい、この種の船、そうすると16キロぐらいまでは水平線で見えるということなので、あ、目視で、はい、目視で見える、18キロなんでちょっと実は見えてないのかなっていうところはちょっとあります、はい、というところなので、もしかしたらその本人、あの現場の人たちはあの見えてなかったのかなと思うんですけど、例のこの酒井海幕長がこれを、ね、発表しておりましたけれども、はい、まあ、このあけぼのという今派遣されている護衛艦は、はい、まあ、弾道ミサイル追尾するレーダーがないため探知していないというふうに、そうなんですよ、結構そのセキュララに、ね、海幕長がもう正面からもうあの正直に装備がないと、言っているのがあの非常に辛いところ で、まあ、あの特に そもそも海上自衛隊今船確か1隻しか出してないはずなんです、あそこの辺に、はい、そうするとですね、やっぱりあの我々あの、まあ、これから防衛増額っていう話も ありますけど、人が足りないのが僕はやっぱり一番ネックになってきてるのかなと思います、はいはい、まあ、この場合たまたまこれ安全でうまくあの 何事もなかったんですけど、そもそも派遣やっぱりこういうふうに
海外でこうなんですかね、貢献しているところの中でこれができてないんで、そもそもリクルートみたいなものが大事なのかなっていうのは非常に僕個人的に心配してます。というのは海上自衛隊ってどうしても人気がないんですけど、長い航海に出たりとかっていうのがあったりとかね、スマホ世代の、ね、人たちがスマホは使えないという状況になるので、確かに辛いのかな。いやもうぜひ戦略的に動いてる人たちなんで、ぜひ海自に入って、みんな支えて、若い人には支えていただきたいと思ってるんですけど。続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらのニュースです。イラク日本人外交官殺害事件から20年。2003年イラク北部の幹線道路上で日本大使館の車が銃の乱射を受け、在イギリス大使館の奥克彦さんと在イラク大使館の井上正盛さん、イラク人の運転手、計3人が亡くなってから20年となりました。イギリスオックスフォード大学では25日、ラグビー部に所属していた奥大使を偲ぶラグビー大会が開かれましたが、この大会を主催した奥大使と親交が深かったレジ・クラークさんは、ラグビーや教育を通じて日本とイギリスの友好の促進に貢献したとして、今年秋の叙勲で旭日双侯章を受章しております。奥記念杯という、ね、名前でずっと開催し続けてきたんだと、はい、こういうことでもあります。これはですね、はい、いや僕はこういうのをイギリスがね、ラグビーの縁からですね、はい、記念でこういうことやってくれるっていうのは非常に嬉しいなと。やっぱりなんていうんですかね、これちょっと言い方は少しあれかもしれないんですけど、はい、戦士というかその国のために死んでくれたというと、いう人ですかね、まあ、仕事に準じたということでありますね、仕事に準じた、殉職という形になると思うんですけど、はい、その方にやっぱりこういうふうに名誉を与えてるというか、はい、そういうものはやっぱり、まあ、イギリス常に日頃やってるところがこの辺やっぱりうまいなというか、はい、思いますよね。でも日本でもこういうのをやっていただければ本当は嬉しいのかなと思うんですけど、なかなか我々どうしてもこういう、ね、国のためにというわけじゃないんですけど、はい、殉職された方をどう検証するのかというのはこれからが問題になってくるんじゃないか。台湾有事とかねやっぱありますから、はい、そうなってきた時に我々なんかその例えば、まあ、殉職された方にどう対応していくのかっていうのは非常に大きく問われるってくることになると思いますね。はい、まあ、本当ね、国に対して、まあ、本当職務に捧げたという、はい、まあ殉職された場合どうするかっていうのもそうですし、はい、またね、立派に勤め上げられた方をどうするかというのもあるし、そういった部分のリスペクトというのは、はい、まあ、諸外国はやはりその自分を犠牲にして捧げたという部分に非常に重きを置くと、はい、アメリカなんかもベテランズデーでもう拍手で迎えるというのをやりますもんね。そうですね、それはやっぱり一番大きな違いですね、我々見て。でやっぱりそのイギリス側がこういうふうにわざわざやってきて、まあ、これはイギリスでやってる、はい、イベントなんですけど、できればね、これ本当は日本でやっていただければなというふうに、思います。はい、やっぱり軍人の名誉みたいなものの話ってこの本当にこれから大切になってきてですね、はい、名誉と検証とかそういうものに関して我々真剣に考える時代が本当に目の前に迫ってるのが、まあ、嫌だなと思うと同時にやっぱり正面から向き合わなきゃいけないのかなと。この奥大使のね、これ外務省の方ですけど、はい、非常に感じるところでございます。ということで、イラク日本人外交官殺害事件20年が経つとこういうニュースを取り上げました。続いてこの時間はここだけニューススクープアップ。海外での臓器移植斡旋、 NPO 代表に実刑判決。海外での臓器移植を希望する患者に国の許可を受けずに臓器提供を斡旋した罪に問われた NPO 法人の理事に対し、東京地方裁判所は昨日、無罪を主張を退けて懲役8年の実刑判決を言い渡しました。海外での臓器移植を無許可で斡旋した罪について裁判所が判断を示したのは初めてです。NPO 法人難病患者支援の会の理事、菊池博道被告63歳、去年海外での臓器移植を希望する患者2人に対してベラルーシで腎臓の移植手術を受けさせるなど国の許可を受けずに提供を斡旋したとして、臓器移植法違反の罪に問われました。裁判では無罪を主張していたということでありますが、
懲役は、ごめんなさい、懲役8年と申し上げましたが、懲役8ヶ月の間違いでありました。懲役8ヶ月、ただ、実刑の判決が出たと。はい、じゃあ牢屋に入ってしまうという、菊池理事側は判決不服として控訴しておりますので、はい、この今後また高裁での審理ということになってまいります。僕は臓器移植とかの関係については専門家じゃないんで、はい、全くあれなんですけど、そうですね、ここでやっぱ気になるのは海外での専門家の方がおっしゃってるのはですね、はい、判決も指摘しているように海外での臓器移植を希望する患者が正規のルートで安全適正に手術を受けられるような仕組みを整備していく必要があると。いや全くその通りだなと思うんですよね。この辺の医療と、はい、その倫理の問題、そうですね、生命倫理の生命倫理、それと、あと法整備ですよね、はい、この辺はまさにこういう、テクノロジーがもう先に進めば進むほどですね、そうですね、問題になってきて、ますます我々その国として対応を迫られてくるっていうところが社会問題になってくるんじゃないかというふうに思っております。でこれに関してですね、はい、僕自身も最近気になったニュースとしてですね、生命倫理に関して、はい、エコノミストというイギリスの雑誌があります、はい、これ、最新号の方の記事にですね、日本で、精子バンクですかね、体外受精に関する法律、特にレズビアン同士ですかね、いう方々が例えばその精子バンクみたいなものは使いたいと言うんですけど、日本は子供が欲しいと、はい、子供が欲しいと、で女性女性、まあ、体的には女性女性の方、カップルがいらっしゃいますね、はい、ただ日本ってやっぱりその同性婚はまだ違法状態になってるんですけど、まあ、そうですね、法律婚にはなっていない、なってます、はい、でただ体外受精して子供を産みたいとなった時に精子バンクみたいなのがやっぱ異様に少ないし、もう法整備も全然できてないんで、無法の状態ですよねということを指摘する記事をわざわざこうエコノミストも出してきてるということなんですよね。でそこではなんと SNS で、精子の提供者をオンラインで探すというような状況だと、これ逆に危険なんじゃないかとかですね、まあ、いろいろ問題がありますよねっていう、その提供者のプロフィールの部分がどこまで信頼ができるのかであるとかというところですかね。ですよね。でこの、で、まあ、ここに出てくる2人の女性というか、はい、カップルの方なんですけど、東京のネットカフェで、出会った男性、まあ、SNS で募集してですか、で出会った方から精子をこう提供を受けてたと。いやこれ本当にいいのかどうか、まあ、リスクがあるしということで、まあ幸いこれで2人、健康な赤ちゃんが生まれたということらしいんですけど、この辺非常にこれから問題になってくるんじゃないかなというのを、はい、僕は感じております。この辺やっぱり整備が遅れてるというのはですね、やっぱり精子バンクに関して、はい、一応そのやっぱりもうすでにこれ大問題になってるんですけど、海外では、はい、海外ではというアメリカの例なんですけど、はい、まあ、今度は精子バンクは、まあ、一応合ってる、整備されてるんですけど、でその中でやっぱり精子バンクの中でも選ばれる人が増えてると、あ、特定の人がやっぱり人気がある、あ、提供者の方ですね、提供者の方でですね、特定のドナーの精子を欲しがる人が、はいはい、もう多くなると人気がやっぱ集中するらしいんですよ。やっぱそれはプロフィール的にこう魅力があるとか、あるみたいですね。これは例えば一人の男性大人気で、これワシントンポストの2018年の記事なんですけど、はい、ドイツ系の白人男性がやっぱ大人気と、で学歴もなんかあるらし、すごいある方で、で、なんと40人目の子供がいるというふうに言われてて、その家系がですね、勇気のある軍人の家系と大人気で、写真家の方らしいんですけど、はい、でこの方名前がドナー2757という匿名で、なるほど、そうか、実名では出てないですもんね、はい、出てないですね。ただこの方あまりにも人気なんで、はい、全米中に家族が、まあ、なんていうんですかね、腹違いの兄弟が全米中に いるらしいんですよ。へ、でこの方々の兄弟たちが、はい、まあ、実はその知らない状況で、なんかお互いに DNA 検査したら、あ、なんか共通の人がいるってことをSNS を通じて、そういう SNS があるらしいんです、グループが。でそこで知って、あ、実はお父さん一緒だよねってことで、一緒になって今遊ぶっていうか、まあ、親戚というか兄弟でなんか会って、なんかたまに会合やったりとかしてるっていうことなんですけど、へー、これ
いろいろこういうのって問題になってくるんじゃないかな。だからこれ法律的とか、まあ、アメリカには戸籍という概念ないですけども、はい、日本的に言えば戸籍上は全く別人なんだけど、はい、遺伝子上はこれ兄弟であってっていう、どういうつながりみたいな話になりますね。ですね。みんなお母さんは違うんですけど、うん、生物学的に父親同じっていう子たちがやっぱ増えてきたりとか、あと例えばこれ不妊治療してる、これオランダで実際にあった事件なんですけど、はい、ドナーのあの人、まあ、精子を選んで不妊治療してるんですけど、はい、実はそのお医者さん自身が自分の精子を体外受精させてて、なんか私注文したのは青い目の人なんですけど、なんかこのブラウンの茶色の目の人なんですけどみたいなことがあって、なんかそういうさまざまな遺伝子をめぐる戦いというか、精子バンクに関しても非常にこう社会問題になりそうなものが、まあ、すでにもうあの問題になってて、勝手に実は200人子供がそのオランダの医師の人いたとかですね、カオスな状況が生まれてるっていうことですよね。あと学歴詐称してるね、精子のドナー側が。なるほど、ドナー側のプロフィールに詐称があったりとか、はい、あと病気隠したりとかっていうのが、これ別人だったりとか、別人、はい、いうパターンがあってですね、これなかなか一筋縄ではいけない問題が実はその奥に隠れて、まあ、臓器の話もそうですけど、こういう精子バンクとか、なるほど、ものすごい大きな課題を我々に突きつけてるんじゃないかなっていうのは、テクノロジーが先に行っていて、はい、こう社会の仕組みであるとか、あるいはこう法律みたいなものが追いついていないけれども、はい、ただ仕組み作ってもこうやって海外では問題も起こっているし、これはだ日本の場合はまだ仕組みがないぞとか、あとはこの臓器移植法に関しても、まあ、海外の場合はね、どうするんだっていうのは、はい、まあ、まだまだこう未整備というか部分が、はい、これは判例でこれはこれから先積み上げていくのかもしれませんけれども、はい、そこでね、患者さんたちが何としても助かりたいというところの、その、ね、気持ちっていうものを否定するわけにはいかないし、いかないですよね、はい、これは大変なことになるんじゃないかなと、うんうん。